皆さんこんにちは、山口です。今日はロングブラスターネクロを使って、ガチマッチ、ガチエリアですね、やっていきたいと思います。ギアが攻撃力アップ、攻撃力アップ、安全靴、こちらのギアで、挑んでいきたいと思います。ですね、今日のガチエリアはモズク農園とショッツル鉱山ですね。早速始めていきましょう。よろしくお願いいたします。ちょっと噛んだな、下回らへんないつも。さあ始まりました、ガチエリアショッツル鉱山でございます。今がですね A プラスの30ということで、もしね万が一3連敗するとちょっと A プラスから A に落ちてしまいそうなところで、結構キワキワなんですけども、まあね3連敗しないように頑張っていきたいと思います。まずこのね爆発力を生かして、爆発力を生かして、こっちのね敵陣の方ちょっと牽制していきたいと思います。さあちょっとインク塗られて不利な状態ですね。ならば、こちらの上の方からね、相手の裏をかいて取っていきたいかなと思います。でメガホンレーザーをぶっ放してですね、危ない、上から来てる、上から来てるよ、はい直撃ありがとうございます。モトシ君ですね、モトシさんかモトシ君かわからないですけども、相打ちということでね、残念ながら、倒すことはできず、まあ倒されてもしまいましたが、さあ、こちらからですね爆発力を生かしてこの影からね敵のチャージャーを攻撃していくと。はいありがとうございます。ガチエリア確保されてますね、まずいですよ。さあ相手のエリアを取って、後ろにいた、さあ味方ナイスです。 N ザップ85を倒してくれました。残り96と、こっちはね1個もまだカウントを進められていないと。で、味方のスーパーセンサーを利用してやられる。チャージャーにスプラスコープですね、お前の母ちゃん、お前の母ちゃん、なんたらかんたらみたいな懐かしい、何でしたっけあれ、学校へ行こうかな。さあこちらから敵が、おっとマジか、あんなところからやられるか。 N ザップ85下からやられてしまいましたね。なかなかザップにああいうやられ方することは今までなかったんですけど、ちょっとね腕がなまっているというか、今のプレーは下手くそでしたね。さあ、自陣のこちら側のエリアが取られてしまいそうなので、ちょっとねこう牽制で爆発力を生かして刈り取ることに成功。味方が最後とどめを刺してくれたみたいですね。で、味方がまたトルネードを撃とうとしてますので、サポートしつつ、こちらからメガホンレーザーをドーンと。で今の間にぬれペナルティをつけるんや、ペナルティを、敵さんのね敵さんのエリアを塗ってペナルティをつけていきましょう。さあチャージャーが見ているぞ、チャージャーが、おっしゃナイス、味方ナイス。そしたらこっちの上から飛んでいって、さああそこの敵も刈り取る、オッケー。ほならば、こっちのちょっと影に隠れてですね、この爆発力を生かして相手を牽制からのパンポンシュン、はい1、はい1、はいダメですね、これ全然ダメですね。はいカウントストップされてしまいますが、上からポン、さああそこの敵もメガホンレーザー、さあ一旦こっちを見て大丈夫そう、あおっとスプラッシュボムにやられてしまう、後ろを向くんじゃなかったですね今の、残念、後ろを向いてる間に、ボムを転がされていたと。なんともね、まあ、自殺行為というか、まあ、今の完全に自分のミスですね。さああの上の敵をどかしたいということで爆発でポン、味方が倒してくれた。さあこのチャージャー、おっと残念、横からシューターにやられてしまう。 N ザップ85厄介である。さあそしてトルネードが、味方のトルネードがですね敵陣に、まあ、ブッピーした感じで、でおおマジか、チャージャーそっち見てたか、お前の母ちゃんやりやがるぜ。ガチエリア確保されてしまいます。ここで、カウントストップしましたが、ペナルティをつけられてしまうと。さあクイックボムを投げてからのパンペン、なんでやし、スプラッシュボムなんでやし、もうスプラッシュボム転がすのやめてくださいね。あのこれねブラスター系の武器はね硬直時間があるので、さあちょっと下から落ち着いてねエリアを取り戻していきましょう。さあ残念、ガチエリアを確保されておりますが、こちらからねなんとか取り戻していこうというところで、後ろから後ろにいますね、後ろにいるよ味方、気をつけて、後ろにいるよ、
わがままちかちゃんがいるよ。さあガチエリアを、カウントストップしましたが、また確保されてしまう。さあこれまずいぞ。なんとしてでもね、このガチエリアカウントストップしてカウントリードされてしまった。残念、こいつは残念。さあここでメガホンレーザーを使って、カウントを止めていきましょうと。さあ、こっちが取りましたね。さあ今度はペナルティがついているのでかなり不利な状況ではありますが、こっちのエリアを取っていきたい。さあ爆発力を生かして、爆発力を生かして、さあちょっと下が待ってないけども、さあかなりダメージを受けているぞ。さあ撃ってくる撃ってくる撃ってくる、敵さんが撃ってくる。さあかなりでも引きつけたんじゃないですか。味方何してるんや、引きつけといてんから今のうちにやってくれよ。これあと5秒しかないぞ。これ味方頑張ってくれ。さあ濡れ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 、遅い、ちょっと遅いんやそのトルネードが。というわけで、あー疲れた。はい残念でした。37カウントと39カウントでしたね。まず初戦敗退というところで、動き自体はねそんな悪くなかった。あでも4キル10ですか、よう死んだなこれ。ちょっと死にすぎですね。うん残念、これはまずかった。では、第2戦続いてやっていきましょう。またもやガチエリアになります。くそ、さっきね何を使ってたか忘れたけど、わがままちかちゃんがまたいますね。で、元氏っていう人もさっきいましたね。わがまま母ちゃんが、わがまま何でしたっけ、お前の母ちゃんがいなくなりましたね。お前の母ちゃん、お前の母ちゃん、ズンチズンズチズンチズンズンチ、お前の母ちゃん、お前の母ちゃんっていう人がいなくなりましたね。さあやっていきましょう。もずく農園でございますと。第2戦も、ガチエリアの方やっていきたいと思います。向こう52ガロンと52ガロンデコがいましたね。さあ、かなりね誰が勝っても強い武器、まあ特に黒ガロンデコなんかそうですけど、誰が使っても強い武器と言われておりますが、射程が長いんですね。まあ、96ガロンデコほどではないにしろ、かなり射程が長いので気をつけていきましょう。さあ早速、ガチエリア確保されますが、こちらからね撃っていって刈り取ることに成功いたしました。さあ、こちらでもねかなり上から塗るのは有利でございますので、さあここにメガホンレーザーを撃って撃ちつつ、なんていうの、インクを回復していきましょう。さあここからポンポンと、あ 敵さんがね今一人逃げていきましたね。でここの、チャージャーも刈り取ってですね、さあ上から出てくるよ、上から出てくるのを、おっと下からやられる、下を見ていなかった、残念。52ガロンですね。ちょっと長射程の敵がいるとねかなり厄介なんですよね。この武器もね、まあ、なかなかロングブラスターなので、そもそも、射程は長い方なんですけど、ちょっとね52ガロンとかにはかなわないですね。ああいう、うわー来てる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 、逃げる逃げる逃げる、オッケーでね、下からこうやってやってくるのを、まあここで牽制しつつね。はいガチエリア確保、味方ナイスですよ。いるいるいる、倒した、オッケー、味方がナイスですね。かなり下の方を塗られているので、これは、敵の足場を崩すような感じで、さあチャージャーオッケーナイス。さあこれ下からねこういうとこ狙っていきますよ。はい今度こっち、はいナイス、はい下にいた、下の敵はね倒しといてほしいんですよね。味方さん頼みますよ。さあ向こうにペナルティをつけた状態で、今のところこちらが優勢ではございますけれども、はいガチエリアが確保されて一気に不利になりました。残念ですねこれ、残念ですね。ペナルティをつけられて向こうにリードもされていますので、かなり不利ですよこれ。さあメガホンレーザーをどこに打つ、上に打ちますよ、上に打って、敵さんの姿が確認できない。さあこういう敵ね、こういう敵、さあこれ倒せます。爆発力を生かしてね、ああいう角度で倒していくと、それが、ブラスターのいいところお見せできたんじゃないでしょうか。危ない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 、後ろ来てる後ろ来てる後ろ来てるよ。はい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 、トンパンペンポンピン、はい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 、これはちょっと不利ですね。上から行きましょう、上から行きましょう。こういうのはね上から狙っていくんですが、これ今何ですか、メガホンレーザーに当たっちゃったんですね。残念ですね。さあトルネードも打ち込まれて、ガチエリアを確保されますと。で裏から回ってきてる敵をこれで刈り取る、 OK サンキュー。なかなかね今うまい感じにクイックボムと
組み合わせて使えたんじゃないでしょうか。さあやっておしまいなさい、メガホンレーザー倒せない。はい、煽ってますね。なんか煽ってるのかライジンステップなのかよく分かりませんけれども、かなりカウントを持っていかれている、頑張ろう味方頑張ろう。このまま負けるわけにはいかないんだ。さあこっから潰して OK、 味方ナイス。これは味方がナイスですよ。さあそこで、味方がねスプラッシュボムラッシュで、カウントをストップしてくれたので、おっと OK、 ガチエリア確保いたしました。ペナルティをつけることに成功。さあ上から来てる、下から来てる、下から来てるのもはい刈り取ることに成功。味方が倒してくれましたと。さああのチャージャー倒したいですね、あのチャージャー倒したいですね。はい OK、 ありがとう。そしたら敵の進路を妨害しますと。でこっちから来てるね、後ろから来てるのをすかさず、はい倒したい倒したい、オッケー味方ナイス。これ味方が協力してくれました。また上から下から来てる、下から来てるのもはい、今度はチャージャーにオッケー打ち抜かれる、ノットオッケー。さあ味方が倒してくれる、サンキュー。あと20秒です。味方頑張ろう味方頑張ろう、この20秒守り抜けば、しゃカウントリードしたぜ。これクイヒヒほれこれ逃げろ、あかーん、よっしゃありがとうございます。味方ありがとうございます。全然役に立ってなかったけど味方ありがとうございます。ノックアウトです。よかった、ドキドキしてるよ今、ドキドキしてるよ。さて戦績は9で、9キル6ですというところで、まあ、まずまずといった感じですね。味方に0キル6ですという人がいますけど、あの人は大丈夫ですか。よくわかりませんけれどもね、なかなかあのブラスターのいいところをこうお見せすることが何回かお見せすることができたんじゃないでしょうか。ブラスターはね、あの姿を隠してても爆発力を生かして敵を倒すことができるので、まあ、ちょっとね看板の陰とかに隠れて敵を倒していくとかですね、あと下から上の段差に向かって打ち上げるとか、1戦目にやったショッツル鉱山でなかなかいい試合を見せることはできなかったんですけど、モズク農園ではね結構立ち回りしやすいので僕はこの武器おすすめですね。さてそんなこんなでやってまいりました。ちょっと噛みましたけども、ガチエリア3戦目ショッツル鉱山です。ジェッカスかジェットスイーパーかなんか無印か分かんないですけど、なんかいますね、ジェットスイーパーがね味方にね。ジェットスイーパー使える人ってすげえよな。さあ早速牽制していきましょう。敵さんがこちらからやってまいりましたよ。さあ、下が回りませんけれども、とりあえずクイックボムを投げると。であのスプリンクラーにもクイックボムを投げて、さあ味方ナイス刈り取ってくれる。さあでは、こちらから後ろから狙っていこう。うわっ近い。さあこういうところです、こういうところです。はいいいですよ、ロングブラスターのいいところ。さあメガホンレーザーを溜まっているのでブッピーしていきましょうね。ブッピーメガホンレーザーを打ち込んでガチエリアを確保することに成功。で上にいますねチャージャーがね、上も届くんですよ、届くんですよ、そこ届くんですよ。さあトルネードで敵さんを1人消去することに成功したのは味方です。で N ザップですね、 N ザップは割と敵ですね。ああいうね連射力がね高い武器はちょっと苦手ですね、こういうロングブラスターとかはね、あの連射力ございませんので。さあ上から来てるぞ、上から来てるぞ、よく見てたんですがね、よく見てたけどオクタシューターやられてしまいましたね。後ろにいるよ味方、後ろにいるよ、気をつけて気をつけて、後ろにいるから卑怯な戦法を取ってるやつが後ろにいるから気をつけて。さあクイックボムを投げてからの爆発力を生かしてまたやっていくと。でこういう敵も後ろからやっていこうと思ったんですが無理でしたと。5人ガロンですね、また卑怯な戦法を取ってるよ、ほら敵チームが卑怯です、敵チームが卑怯です。カウントはこっちの方が有利ですが敵チームが卑怯です、戦い方がクズです。さあ絶対倒すマン、絶対倒すマン、はいダイナモローラーなんていましたか、ダイナモはいなかったんじゃないですか。恨みをつけられましたね、残念。ちょっとね行動には気をつけていきましょう。恨みをつけられたということで、メガホンレーザーを撃ち抜いて、はいポーン、ちょっと無駄な時間を過ごしてしまいましたね。さあ爆発力を生かして上の敵を刈り取るんだ、ウリの当てたいティテバイ刈り取れなかった、ガチエリアを確保されてカウントリードされる、残念これは先般。さあそして味方がカウントをストップしてくれるが、さあこれ大丈夫か、
落ち着いて落ち着いて下から落ち着いて下から塗り直していきましょう。さあ上も牽制しつつ、よく見てメガホンレーザーです。うまい。あんなメガホンレーザー無理でしょ。あれどうやって避けるのさ。もうあれああなったらもう無理ですね。もう死ぬしかないって感じですね。さあ敵の戦い方がかなり卑怯ですね。敵さんの戦い方が卑怯ですね。まあ卑怯といってもね、負けてるこっちが悪いというか、まあ実力差なんで、ただ単に自分が下手くそなだけなんですけれども、まあ、それにしてもえげつない、敵さんの戦い方がえげつなすぎるといった感じですね。さあどうする、これはどうする。爆発力を生かしてまた味方が倒してくれるけれども、さあ見えてるよ見えてるよ。さああちらの陣地ですね、塗っていきましょう。メガホンレーザーをぶち込んで、トルネードをぶち込んで、ガチエリアを確保することに成功。味方が成功。さあ逃げろ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 、一旦逃げろ一旦逃げろ一旦逃げろ。エリア内で死ぬのだけは避けたい、エリア内で死ぬのだけは避けたい。さあ敵がまだいる、敵がまだいるぞ。さあトルネードを打ち込まれている。敵さんは一旦引いたようですね。ここで味方がガチエリアを確保してくれるとは思わなかったんで、結構奇跡的やなと思っていますが、上から来そうなのでそこに注意していきたい。さあ来てる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 、あかんこれあかん。あいつオクタシューターですね。ダイナモパイパイなんじゃその名前、ダイナモパイパイわらわらなんじゃその名前。さあガチエリアをまたもや確保されてしまう。これは厳しいぞ味方。今のところね、このままやと3勝2敗みたいになってしまう。さああいつらに一旦これをブッピーしてですね、まあ、スプリンクラーも壊しつつ、さあそこから来てるのは見えていたが、連射力で負けてしまう。さあオクタシューターレプリカ、まああれですね、寿司コラですよね。うん、まあ寿司コラとか使いやがって卑怯者が。さあやっていきましょう。もうなんかねワンパターンですよね、やられ方というか戦い方もね。こっちもワンパターンやし、相手もワンパターンやし、まあ、そのワンパターンのやらにな、なんていうのワンパターンの戦い方にやられすぎているこっちもこっちなんですけど、さあ、スプラッシュボムが飛んできてのあそこにトルネードを撃とうとしてるやつがいるので倒す。 OK。 あんな人いましたか、マッチョとグルトンヌさん。漆黒の石岩なんじゃそれ、中二病かよ。はい、味方がねかなり、自陣を塗り込んで動ける範囲を広げてくれていると。で、はいやられる。こいつほんま厄介。ゴーニーガロンとねガチエリア、はい確保されて、もう喋ってる途中で終わった、負けた、そして終わってる、最悪やということで、48カウントと4カウントしか取れなかったか、ちょっとこれは残念ですね。なぜ撮影するといつもうまくいかないのか、4キル10ですということで、こんな感じの成績となってしまいました。腕前は A プラスの26まで落ちてきましたね。残念ですね。 A プラスの80ぐらい、80、90ぐらいまで1回上がったことあるんですけど、今日は、3勝じゃない3戦やって、1勝2敗ということで、お届けいたしました。お疲れ様でした。あかんわ、最近あかんわ、調子悪いわ。なんか撮影、まあそういうもんなんですけどね、撮影してなかったらよくて、撮影すると悪いみたいな、なんかよくあるあるあるなんですかね、そういうのはね。今日はギアをまた交換してもらいたいと思います。で攻撃力アップ僕結構使うんで、攻撃力アップを変えていきたいなと思うんですけれども、何にしよっかな。ジモン、これアロメね。なるほどね。でこれはまだ3つ開いてないと。あーなるほどなるほど。頭の攻撃力アップもまあ多少厳選したいところではあるんですけど、とりあえず3つバラバラのロッケンベルグ、これ変えていきましょうか。さあダウニーさんよろしくお願いいたします。付け直すスタート。あ微妙、惜しい惜しい、あと1個やったのに。ダウニーめお疲れ様でした。